사무라이 복장을 한 채 2차전에서 강한 자신감을 표출하는 일본의 마츠다 히카루. 만화 영화 내일의 조를 보고 격투기 입문. 사무라이 검수를 응용한 독특한 필살기. 사무라이 펀치를 앞세워 일본 세계 단체에서 챔피언을 차지한 강자. 거기다 무에타이 경기에서 와이크루 대신 뜬금없이 일본 가레데 춤을 출 정도로 일본 사무라이 정신에 미쳐있는 파이터인데요. 그는 라이즈에서 열린 1차전에서 한국의 이찬영에게 패한 후 2차전에서 새로운 작전을 앞세워 복수를 꿈꿉니다. 1차전에서 눈에 살기 가득 야수처럼 이찬영을 노려보는 마츠다. 그러나 그의 작전은 단순 무식 그 자체였죠. 오로지 사무라이 가오를 잡으며 괴성감겨 돌진합니다. 이 무식한 뻥카 작전에 말려들 챔피언 이찬영이 아니죠. 다양한 펀치를 섞어가며 마츠다를 조리돌림합니다. 그러나 작전이 먹히지 않아도 계속 무대포 사무라이 돌진을 고집하는 마츠다. 라운드가 거듭될수록 더욱 강하게 조여오는 이찬영의 돌주먹에 혼쭐이 납니다. 거기다 자신의 필살기 사무라이 펀치마저 실패하면서 배색이 짙어가고 결국 오두방정 잡뻑하면서 안방 일본에서 판정패를 당합니다. 2차전은 엘보와 빰클리치가 허용되는 너가웃에서 열렸습니다. 라이즈보다 거친 대회이기 때문에 수많은 격투가들에게 개인 훈련까지 받은 마츠다. 이찬영은 싱가포르의 유명 무에타이 도장에서 엘보 특훈을 받았다고 하는데요. 3분 5라운드 第1 라운드가 始まりました。すごい今さにノブシのような違いますね。違いますね。そうですね。YouTubeではなく、ちゃんと格闘家ですね。まあまあ、情熱。はい。おっと。おっと。やります。4、5ラウンドがいつも基本かなと。そうなんですね。まあその戦い方をしてるんじゃないかなと思いますね。チャイフリー選手が。 そして石井さん、チャンヒョンが、はい、注目したいですね。ジャブを多く使ってですね、とても良い動きがやはりしにくいというのもありますんで、相手がチャンヒョンが、はい、常に出してた方がいいですね。忘れないようにしたい。さあ、チャンヒョンの心を折って最後は倒したいと言って、最後は倒したいと言っていた町田ひかるです。 今左フック 出しましたけど、まっすぐのね、ジャブを打った。9月のこのライズでの戦いでは、圧倒されて判定負けというね、悔しい思いをしました。町田、もうとにかくビビらずに前に出る。 意識させてますね、町田ひかる。ジャブが入ってきましたね。先ほど矢部さん言ってましたけども、このジャブをちょんちょんで出して、ジャブをちょんちょんで出して、そして阿部氏、距離辛いですよね、やられた方。ちょっとチャンヒョンが、ちょっとチャンヒョンがペースをつかめない。リズムよく動けてるのは町田選手ですね。でもそのジャブ一辺倒にはなりません。はい。 ボディーも打っていきます。町田選手はすっと前に入って距離を潰す。ああ、左距離を潰す。ああ、左。そして肘。ただ、キョンリー選手ですね。当てる、その距離は非常にうまいので、上下振って、上下振って、いや、いや、エアパンチボディですね、今。はい。なので、 これをどうやっぱチャンヒョンが潰していくか、分かってるんですかね。まあ、そうですね。これはもうラウンド通しては分かってます。今我慢時ですね。我慢時。今我慢時ですね。我慢時。その我慢が実を結ぶ時が来るのか、それとも町田ひかるが飛び込んでしまう。サービス戦なんで。いや。 戦で見せたような配球。アッパー、そしてワンデイジー。切っています。さあ、ここで第2ラウンド終了です。いやー、第2ラウンドは10対9、3名のチャンピオン。はい。アッパー、チャンピオンリー、ビデオ。
バードもね、ジャンヨンにパンチ力ありますからね、はい、ちょっとさっきのね、ボルドバードじゃありませんが、強烈な一発はあるが、膝、膝ボディ、うっと、さあ、逆にちょっとやっぱあれはチャックのちょっと対応というか何をしていいかももう滑っていくしかないんでしょうかチャックは。そうですね、でもありますんでそこをいつか当てて肘で肩肘が入ってきましたね、はい、あれ町田が切れましたね、はい、あーでっかいチャイホン選手の左の縦肘、はい、これが肘やりの怖いチャック入る。いやー切られて、いやー矢部さん積極的に肘入れてったのはねイメージあったんですけど、チャイホン選手あこれですね、アッパーと見せられてた分縦肘顔を隠しましたね。あ試合は続行ですね落ち着くしかありません、うん、いい左の縦肘狙ってきましたね、左の縦肘狙ってきましたね、あいいですね、うん、あさあチャイホンのパンチが当たるようになった、ジャブから縦肘当たらない、から縦肘当たらない、さあ詰めていく、はいストップリング、はい、天気がスタンス町田、ここでコング第3ラウンド終了。さあここで勝ったままセコンドファッションがちょっとさあ今のところ町田光る後ろとなっています、町田光る後ろとなっています、ライト級アジアトーナメント1回戦ミドルロー、チャイホンのロー詰めていく、はいはい、そして膝ダウンとなりました、来てますかね、うん、町田選手近い距離からハイ狙えるんで、狙えるんで、相手のパンチ合わせてハイ狙えたらもっといいですね、注意が与えられました、おっとこれはお互い疲れてる証拠ですね、あそうなるほど、もっとリズム作れるんですけど、わいやだいぶこれ大きい傷ですね、2022년 1차전과 전혀 다른 작전으로 재미를 본 마치다. 3라운드 이찬영의 엘보가 터지면서 부상을 입고 경기가 급속하게 기울게 됩니다. 에라인 모르겠다. 박치기 작전으로 이찬영의 눈이를 찢는 데 성공. 유혈 충돌이 일어났지만 딱 거기까지. 4라운드 성난 이찬영이 돌주먹으로 첫 다운을 빼앗고 정신없이 후속타까지 빠박 들어가면서 결국 마츠다는 2차전에서도 고배를 마시게 되죠. 일본 사무라이 파이터의 반칙에도 굴하지 않고 TKO 승리를 차지한 한국의 이찬영에게 응원을 보내고 싶은 분들은 구독, 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.